シュレさんが発祥？めっちゃ大好き。イタリアは生肉でやっていたとは、生肉より断然生魚やなといただいています。そしてトマト系パスタを最後にご紹介します。千葉県とわの母さんさんから。パスタがいいですね。はい、あ、違うの？いやいや、そうですね、トマト、これはね、もう普通のサイズなのでいいと思います。まあ、そんなに大きくない熟したトマトは皮を取って、皮はそのままで、そうですね、十字に蓋取った側を切り込みを1、2センチ入れて3個ぐらいでいいですかね。で、フライパンにまず、潰したニンニクとニンニク冷たいとこから火入れて、で、ニンニクが焦げる前に取り出し、できるだけ弱火でちょっとじっくり出してほしいですね。ニンニクの旨味と香りをね。で、取り出して、もう好きな方は取り出さなくていいんですけど、そこにこう、トマト切れ目入れたらもうしたいな。ラスボスにして。上手上手。ポリって言った今。上手。